それおいちゃ、おしまいよ。ドラマ編5本拍手。なんか拍手ないな。うん。それおいちゃ、おしまいよ。仮面ライダー。よーし。戦いが終わってね、ショッカーのみんなと飲んだんだよ。さっきバイクで帰ってきたとこ。ダメだ。アウト、アウト。もう厳しいな。それを言っちゃおしまいよ。ウルトラセブン。アンヌ。僕はね、僕は、ウルトラセブンなんだよ。ダン、なんで初回に言っちゃうの。ダメだもう、みんな悪くないだろ。いや、悪くないですよ、悪くないですよ、悪くないっすかい。それを言っちゃおしまいよ。古畑任三郎。この事件は1時間で解決すると思います。どうしてか皆さんお分かりですか。この番組が1時間だからです。なあ、苦笑い。ありがとう、苦笑い。ブッブ。それを言っちゃおしまいよ。3年 B 組金八先生。はい、注目、黒板に坂本ちょっと書きました。金八とはお金の末広がりという意味なんです。愛しているのはあなたたちよりお金なんです。微妙。それを言っちゃおしまいよ。男はつらいよ。まだあるんかい。トラさん、5番の声で終わりです。お姉ちゃん行かないで。さくら、俺に会いたくなったらスマホに LINE くれよ。もうダメだこれ。全然ウケねえじゃんよ。エキセントリック中は発車します。出発進行。この昼いかがお過ごしでしょうか。愉快な金の仲間と一緒に、リモート放送で中市レディオシンジケートに乗せて30分間、頻発しすぎて緊急事態宣言の意味がわからなくなったあなたにお届けします。ではご挨拶を。こんにちは。いや、梅雨入りしましたね。さっきのね、だいたい基本的に面白くなかったけど、トラさんのモノマネだけうまいなと思いました。ミオさんでーす。間違ったこれだ。間違ったこれだ。なんかもうリモートでグダグダですなこれ。まあ、あのいろんな諸事情でちょっとあまりテンション上がってないとちゃんです。上げてこ、上げてこ。生上げてこ。初見どうぞ。え、イートちゃん言ってないよ。言ったよ。ん、あ、言ったよ。イートちゃんです。言った。あ、言ったよ。聞こえなかった。さっきちょっと外で猫の喧嘩止めてきました。あつみんです。猫の喧嘩止めてきたの。すごい。やめろよ、にゃーって言ってきたのね。いや、なんかまあ正しくは止めに入ったらもうお向かいさんのお母さんが猫ちゃん迎えに来てたんで。それで収まってたんですけど、ね、収まるんだそれで。さっきあつみんから止められました。まるさんです。どうも。え、来てもね、飛ばされました。ステッピーです。そうそう、ステッピーでーす。あー、忘れてた。今日グダグダやん。飛ばされました。もう、リモートやけん、なんかもう忘れとろ。
タイミングがね。だってほぼ1年ぶりですよ、ほぼ。ねえ。さっき話してたんですけど、やっぱり去年は6月の頭ぐらいに宣言明け、うん、までやってたから、うん、今から数えるともうほぼ1年ぶり。1年ぶり。懐かしいですね、なんかね。うん、久しぶりのリモートやし、じゃあ、皆さん、乾杯。ああ、そう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 。久しぶりの、久しぶりのこう、リモート飲み、ね。ちゅうことで。乾杯。乾杯。いいですね。いい音がしてます。うん、まあ、リモートやったらね、こうやって堂々と飲めるからね。今、禁酒令、世の中禁酒令だからね。うん、そう。外でもね、うん、公園で飲んだりね。でちなみに今何分ぐらい何分ぐらい今6分。あ、6分。あ、分かった。はーい、はーいってはい、いやいや、あの時計回すの忘れとった。ああ大丈夫です。はい、はい、うん、じゃあもう次移りますか。そうね、今日は、うん、この5人でお送りいたします。エキセントリック中川。駅ここです。ご唱和ください。喜んで。喜んで。喜んで。それなりに喜んで。エキセントリック心。パララララ。パッパララララ。これか。ナイス SE、 ナイス SE です。ナイス SE です。はい、あの近頃テレビ見てます？皆さん何の見てました。何見たですか？アツミン家でも見たんだ。見れましたよ。あ、あれか、アスパラ。あ、あれね、あれね、アスパラ、うん、見た見た。あ、はいはいはい、昨日ありましたね、録画してみた。いや、だいたいさ、ぴったんこカンカンってさ、クイズ番組じゃなかった？そうでしたよね。いつ昔のぴったしカンカンと変わったよね。金ちゃんとさ、坂上二郎が出てたでしょ。飛びます飛びますって言ってたじゃないですか、昔。大昔すぎ。いや、でも、いや、見てますよ、その時代も。で、あれでしょ、あの北海道のあの方が来てたでしょ。大泉さんね。チームナックスね。そうそうそう、大泉洋さん、うん、あれあれでしょ、あのおにぎり温めますかの人たちでしょ、違うの？あら、クエスチョンマークみんなクエスチョンマークになった。あ、もう入っ水曜どうでしょうでしょ。うん、水曜どうですよね。水曜どうでしょう。水曜どうでしょう。はい、すいません、ね、わかりません。もう自分から振っとって捨てたね。用途わからん、うん、俺あそこ行った、シャトレーゼ。おー、この前のね、うん、アイス買いに行った。アイス、アイス買った。俺も美味しいよね、あれ。あとね、あそこのなん、オリジナルあれ、ワイン。ワインもあるの？スパークリングワイン。ワイン売ってましたよ。あの、樽からこう変えたりするよ、ね。そう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 。量り売り？うん。もうある。もうある。そう、量り売りもやってる。うん、美味しかった？美味しかった。甘くて美味しかった。桃のワイン。うん。あそこ売ってましたよ。うん。安いし。やっぱシャトレーゼさん、すごいね。あの、いろいろ読むと記事とかも。なんか頑張っておられますね、会社がね、すごくね。うん、結構現場主義でしょ。いや、ほんとそんな感じ。現場から上がってきた意見をそのまま取り入れて一回やってみて、ダメだったらまた次に変化みたいな感じですよね。そうそう、生産者さんとしっかりね、つながってね。うん、素晴らしいなと思って。でもこの久々のこのリモート飲みはどうすか？飲みはいいけど、あの結構ちぐはぐしてるよ。だって久しぶりのね、リモートやから、こうやっぱね、タイミングがワンテンポちょっとあるからね、コンマ何秒の、うん、そうそうそう、うん、実際はね、そう、うん、丸さんのボケがちょっと遅れて聞こえてきますもんね、うん、あ、そうでしょう。ちょうどいいぐらいに緩和なんかね、されとるかもしれない。いや、もう聞こえないぐらいがいいよ。もう今日伊藤ちゃんテンション低いから。聞く。じゃあ、かくいう私もシャトレーゼ行ったんですよ、アイスクリーム。そしたらもうアイスクリーム1000円分買わされました。1000円も？はい。いや、1000円もって言ったら大したことないでしょ、5つが。そうか、何種類かパックで買えばそのくらいになるか。
あ、パックのやつね。安いやつは1個80円とかそれぐらいであるでしょ。うんうんうん、ねえ、うん、結構美味しかった。アイス買いに行こう。なんかあのね、あつみんのところになんか茶色いおじさんが映っとるんですよ。油断しとる。エロおじさん。 なんか収録中に なんかスマホで何か変な画面見せてくるんですよ。変な画面って何なんですか。変な画面ってなんかあの高橋名人のさっきの続きやん。これ収録前の続きやん。そうだから僕さっき丸さんに飛ばされんかったらね、高橋名人に似てるって言われたキツピーですよと思ってたんだけど、あら飛ばされちゃったから、うん、じゃあ最初から撮り直し。なんか丸さんテレビの話をしたかったんですか。うん、そうさっきほら金八先生とかさ、はいはい、かとか、まあね、あーそうオープニングのネタね、うん、やったんですよね。でも、うん、今テレビ見よったらね、あんま面白くないですよね。そう思いませんか。そドラマとかそういうのが、うん、ドラマとかそういうのあのね、うん、ほらテレビつけたらさ、大体あのなんすかね、あのドラレコかさ、スマホで撮ったさ衝撃映像とかさ、まあ多い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 、それから来年には忘れられているトレンディードラマとかさ。なおじさんはその衝撃映像系好きなんですよ。まあ、ああ、うん、いやまあこの、まあ、煽り運転とか、まあ、そう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 、ね、結構見るよね。まあ好きは俺も嫌いじゃないけどさ、多すぎん番組が多すぎるよ。だいたい中国のトラックはこけるよね。いっぱい積んでる、風に煽られてこう傾いてくる。ゆらゆらゆらってガチャーンってね。でなんか積載オーバーしとってさ、急ブレーキでさ、後ろの荷物がなんかこうね、そう前の運転席を押し倒しちゃってね、そうそうそうみたいな。だいたいびっくりするのは全部中国よ。そう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 。道路が陥没したり、見つからないに埋めるでしょ多分ね。そうそうそう。そうそうそう、いつだったかの列車事故全部埋めちゃいましたよね。ありましたね、うん、そうそうそう。いいな今日なんかピースレスレのことが出てきましたね。陥没といえばでもあれじゃないですか、あの博多駅前の陥没でしょ。陥没といえばって言って陥没ネタで盛り上がってるわけじゃない。そうしかも陥没の話は誰もしてないし、あしてない。かんいや埋めるといえばね、埋めるといえばね。まああれ何年前かな、もう結構前ですよね、あれ4年ぐらいになりません、多分5年ぐらい、ね、あれびっくりしたね、うん、だこの前ね、話してる時にちょっと俺から話し出したけど、トラック野郎の話をしたんですよ、うん、さっきのトラックで思い出したけど、うん、トラック野郎丸さんは見てた世代ですか。そう菅原文太、星桃次郎、そう、うん、流れ星のうんうん、見よった、うん、もう10作やったんですね、あれ10作10作で終わったんですよ、うん、でもやっぱりったもん、ねね、正月映画といえばね、トラさんかトラック野郎か、そう、あ正月映画だったんですか、そうでね、毎回ストーリーは同じなんですよね。マドンナに惚れるんでしょ。そうマドンナが出てきて、でライバルが現れて、でライバルと最初バチバチやって、うん、でそのうちになんかこうどうしても何時までに荷物を運ばないかんっていうことが出てきて、ああ、ね、そうでその荷物をじゃ引き受けて運んでたら、そのライバルとかが今度逆に警察から追われてるのを助けてくれて。なるほど。で感動して最後こう終わるみたいなね。だいたい毎回筋は同じなんですよ。でも筋一緒って安心して見れるよね。まあそういうことよね。まあ釣りバカ日誌とかもね、筋が一緒ですからね。いやでもね、それが大好きだったの、面白かったんですよ。ね、菅原文太全部見たぞそれ。10作全部見た。あ、見たっていうのは、うん、映画館に行って見たのは2作ぐらい。小学生映画館で見たんだ、すごいですねそれ。見た小学生の時映画館で。小学生で、うん。あとは全部もう一回 DVD レンタルして全部見て10作。うん、でも同じって言えばもう往年の同じは寅さんでしょ。まあ、寅さん、ね、同じようにマドンナが出てきて、うん、あの惚れて、うん、で振られるっていう繰り返しで、うん、いろんなパターンで振られるんですよ。うん、見てないか。さんいやもちろん僕見てましたよ、やっぱ、まあ、僕はおじいちゃんが大好きだったから、寅さん。すみません。俺、あんまり見てないでしょ、寅さん。あ、そうですか。あんまり見てない。うん。そ
この黙ってるおじちゃんが見てるかもね。ああ俺茶色い黙ってるおじちゃん。あ、茶色おじちゃん見てる。あ、茶色おじちゃん。トラさん見てます。なんで喋らない。一応ラジオなんですけど先輩。映画館では見てないけど、テレビでやるときは読むと。ああ、そうか、うん、丸さんそろそろいい時間になりました。僕本当に、うん、本当に。ドラマやったけんさ、昨日ね、あの米米クラブがね、あの、うんうん、おじいちゃんに扮してね、あ、モニタリングか、それ見た方が、あれでも歌がうまくてさ、お、俺涙出ちゃってね。あ、いいだろ。いや、あれね、騙されてる人みんな泣きよったよね。うん、へえ。でね、すっごいヨボヨボのじじいで最初音外れつつ歌うんだけど、2曲目ぐらいにね、あの君がいるだけにとかさ、ロマン飛行とか歌うんよ。君がいるだけで、うん、君がいるだけにじゃない。だいたい微妙に間違うからね、このおじさん。あ、そうそう、歌うよ。飛び回れこう。あれ、ちょっと待って。今から僕何を隠そう、一番最初に買ったレコードロマン飛行ですからね。おー、いいセンス、センスがいい。大好きだったんですよ、メコメクラブ。もういいっすか。いいじゃん、どうも。エキセントリック中川。今日のエキスピはへこんでるとこで糸ちゃんです。あ、もうその時間。そう。なんかね、あんまり気づかないぐらい、なんか俺そうね、積みが上がってないよね、この番組あんまり。行きます。じゃあお願いします。行きます。じゃあスポーツで人生をより豊かにキーワードに、毎月さまざまな情報を一人発信していきます。さあ、テンション上げていきましょう。せーの、ラブスポーツ。よいよ。マジでもう今日全然テンション。携帯問題ですよ、それ。携帯問題。いや、もう今こう場所移動して俺車の中に移動しようかなって思ってるぐらいテンション上がってない。なんでそのさっきの携帯問題は糸ちゃんが やったと。いやいや、俺はちょっと関係ないっちゃう。関係ないっちゃろ。そうそう、まあいろいろあるんすよ、もう。まあいいや。わかるわかる。ちょっともういいですか、適当でいいですか。OK です、OK です。いや、そういうのが結構面白いですな。あ、ほんと？じゃあもうちょっとみんなに助けを求める感じで進めていきます。うん、で、この間ね、あの動画をね、よく見るんですよ、私、YouTube とかね。で、この間見てたら、野球の動画を見よったらね、うん、神スイングとか、神のあの稲村亜美ちゃんって言うんですけど、女の子ね。で、始球式で何キロ出るかみたいな、うん、はいはいはい。で、その、まあ、今までこう騒がれて、その動画見て相変わらずこう可愛いなって言って、うん、いいですよね、彼女ね。うん、そうそう。で、トヨタ日本の始球式と、うん、なんか韓国の始球式の動画がこう比較してあって、うん、へえ。韓国もプロ野球、まあ、盛んじゃないですか。はいはいはい、はい。なんか俺見たよ。見た？うん、見た見た。どね。あの韓国はセクシーで爆中しよった。そう。爆中？そう。韓国の始球式はなんかね、ちょっとセクシー系のそういうなんか。アクロバティックな。うん。なんかね、ちょっとこう腰をくねくねさせながらこういう感じでこう構えて。何それ？あのいるじゃん、そういう韓国のアイドルとか、なんかおったり、はいはい、少女時代とか、はいはいはい、ちょっと前に入りましたね、イメージで言ったあんな感じ、うんうんうん、ミニスカート履いてこう、くねくねさせて投げるみたいなので、まあ、日本は結構こういろんな芸能人がやったりとかねしてて、 でも日本と韓国とアメリカ、まあ、野球の本場ってやっぱアメリカからって、アメリカってこう始球式の仕方は国によってやっぱ違うのね。なるほど。で、なんか始球式ってそもそもいつから始まったんだろうな、誰が最初なんだろうなとか思って調べてたら、そのじゃあ日本とアメリカと韓国と、うん、どこが一番最初かというんです、うん、
え、あ、意外と日本やったりして、うん、僕もなんか今意外と日本かなと思って、まあまあこういう聞き方をするってことはそういうね、うん、まあそうなんだ、日本が最初、ベースボール発祥はアメリカがベースボール発祥、うん、アメリカがなんかそういうセレモニーとかも好きだから、アメリカなんかそんな気がする、うん、で思うけども、うん、もう皆さん察する通り一番最初にやったのは1908年に、8年、古いね、うん、まあ、その当時も野球はもうアメリカから来ててベースボールって形で来てて、で、アメリカのメジャーリーグの選抜チームとはいはいはい、とこっちはこっちで大学、その時はね1908年ってどうなんだ、プロ野球はなかったのかな、まあ、大学の選抜チームみたいなのがあって、早稲田大学が、うん、メジャーリーグと戦った試合があるんです、すごい、でその時にセレモニーで早稲田大学の創始者って言ったら誰でしょう。あ、あの人、聞いたことあるね。大隈重信。重信、そう、大隈重信創始者が、まあ、セレモニー的な感じで、マウンドに立って投げたんですよ。大隈重信が最初の。一番最初、それが一番最初なんですよ。すごい。で当然大隈重信って私も会ったことないけど、おじいちゃんみたいな感じでね、ひげがピョンって投げたらボールがもうあさっての方向に行ってコロ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 っていったから、うん、でその時攻める方の打者が、まあ、その早稲田大学の一番バッターが立ってて、でこれは大隈先生に恥をかかすわけにいかんからって言って、まあ、あさっての方向転がってたのを、これはボールにするわけにいかんって言って空振りをした、うん、なるほど、そうそう、それが最初なんだ。空振りにしたら、それがなんかこう浸透してって、今も変わってないってことよね、じゃあ。そう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 。すごいね。だからあのスタイルは日本だけなんだね。アメリカの始球式って普通日本の始球式って守備も打者も立ってみんな試合が始まる直前にやるじゃないですか。はい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 。でもアメリカの始球式って試合が始まる前にもう、ああもう守備も何もついてなくて、なるほどなるほど。セレモニーの時に投げてキャッチャーが取るだけでバッターも立たないんですよ。なるほど。だからやり方がそもそも違うけど、なんかこれ調べていくと、うん、昔はアメリカのベースボールは来賓で呼ばれた人が観客席からボールを握ってグラウンドに向けてピョイって投げて、まあ、セレモニーみたいなことをやってたらしいんですよ。なるほどなるほど。でもその1908年の大隈重信のものを見て、うん、見てったかどうか分からんけど、1910年、2年後にアメリカの大統領が始球式に立った時にそれと同じスタイルでやったんですよ。へえ。なんかその時の大統領、1910年の時の大統領のウィリアム・ハワード・タクト大統領っていうのがいて、ああ、あの人ね。ああそうそう。絶対しない。知ってんの？ハワードさんね。そう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 、あのかの有名なハワード、ね、がなんかその観客席から投げてた始球式をやめて、なんか日本と同じようにしようって思ったかどうか知らんけど、マウンドに立って投げたらしいよね。なんか空振りしてあげるとかってちょっとやっぱ日本っぽいじゃないですか。なんかそうすると日本っぽい、ね、それいいよね。いや僕なんか日本っぽくていいなと思ってたけど、うん、だからそれをいうスタイルやってるのは日本だけみたいで面白い。でそれ、まあ、大隈重信がくねくねしたわけじゃないですよね、こうやってね。いや、してないしてない。爆中してね。でも始球式ってね、うん、なんか野球だけじゃないって思って。なるほど。なんかスポーツっていっぱいあるじゃん。はい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 。なんか他で始球式ってなんか見たことある？ね、あ、ちょっと待ってよ、サッカーとかありますかね。サッカーで始球式見たことある？ない。ないね。例えば大きな、ね、やっぱ世界なんかほら決勝とかがある時とかは、うん、もちろんなんかセレモニー的なものするけど、 あれはゴルフで最初になんかパーンって打ったりしないですか？そう、ゴルフは、まあ、コンペとか我々もやるけど、大体こう最初の組の人がスモークボールで、あの煙がビューって出るやつね。そうです、煙がピューって出て拍手みたいな。うん、それなんとなく見たことある人多いかもしれない。ある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 。で今ググってみると、サッカーでは、うん、コートの外から、うん、ボールを蹴ってコートの中の審判にパスをする、はい、
って書いた。なるほど。で審判が受け止めて、うん、そこから試合がスタートするみたいな感じ。そうそう。なるほど。なるほど。バスケットボールだとティップオフって言って、うん、来賓の方が選手の一人にパスを出して、でそのパスを受けた選手がドリブルシュートを決めて、まあ始球式。なるほど。なんか書いてあるそんな見たことないよな。ないですね。あんまり。うん、なんか一応こう、ね、ウィキペディアで見るとラグビーもバレーボールもアメフトも一応そういうアイスホッケーでもそういう儀式はありますよって書いてあるんですよ。なるほど、まあ、あまりなんか馴染みがないなと思いながら、うん、ちなみにタイムキーパーのミオさん今時間何分ぐらい？あのモルック外すんやったらまだいける。モルック外さないから、まあ、一応こういう始球式いろいろあるけれど、うん、まあ、あの面白い始球式で締めるとすれば、あのタレントの柳沢慎吾が有名な始球式。ああもう大好きです僕あれ。動画見た。あの横浜スタジアムでやったやつね。そう7分間以上やってる始球式とかあ、もうあれ大好きですあれ。ね、うん、興味ある方は柳沢慎吾始球式で検索したら出てきます。うん。ね、もう大好きです大好きです。以上伊藤ちゃんのラブスポでした。伊藤ちゃんテンション低いわね。よかった。今日良かったよ。じゃあですね、次がですね、この前のモルクの時にちょっと皆さんからお話ししていただいたのがあるんですよ。今日のモルク、今週のモルク。今週のモルク、いきます。中丸のさゆりんです。すごい楽しかったです。上手じゃなくても楽しめて、で子供とか孫にも。モルク自体のを買ってプレゼントしたいなと思いました。福田です。もう本名です。すごく楽しかったです。テレビで森田が何だっけ、あの芸人は、まあいいや。あれを見てやらさせてもらってすごく楽しかったです。さらば青春の光。そうありがとうございます、はい、またお願いします。はい、ぜひお願いします。ありがとうございました。木村のオチです。モロックは今日2回目だったんですけど、みんなで助け合って初めての方たちとも盛り上がって楽しかったです。ありがとうございます。今光の糸ちゃんです。今回2回目で、1回目の時にすごい楽しくてハマってしまったので、現在ネットでモルク注文中です。おー、ありがとうございます。はい、ビスクマンの翼です。初めての人とかともいろいろとできてとても楽しかったです。ありがとうございます、はい、中川市のお猿の猿2号です。おし、どうでしたか？面白くて楽しかったです。いいですね。伊藤ちゃん、何、この間のモルックの練習会って、なんか博多モルック博多の人が来てたんでしょ？お、来てた。他のモルック団体の人がね、顔出してくれたんですよね。そう、あの人、名前忘れちゃったの。ツイッターに書いてあったの。うん、なんかすごい人、モルックリーグの人は、うん、のとこに顔出しましたと。んで、なんかすごく街を上げてモルックを盛り上げようっていうところが感じられてすごく良かったですってツイッターに書いてありました。あ、書いてた、うん、書いてた。で、多分増井くんかなんかがそれにちゃんと返事しててありがとうございましたって返事をしてたけど、うん、博多モルックの会の代表の方で、そうで、日本モルック協会、八ヶ谷さんってキャプテンで打ち合わせしたらって言ったけど、あそこの協会の社団法人の、役員もやってらっしゃる。へえ、じゃあね、福岡じゃ結構しっかり活動されてる。福岡での大会もちょっといろいろやるから手伝ってくださいって言われて、いいじゃないですか。なんかすごい中川の人ってすごく頑張っててよかったですって書いてありましたよ。あ、本当、うん、俺全然知らなくて、なんか最初なんか渓谷公園かとかあの辺で天神でやってますけど、変わった兄ちゃんやなと思って。ちゃんとした人だったんだ。そうもう今渓谷公園ね、もう入れなくなっちゃったからね。今ね、そうよ、そうね、封鎖されたね。
じゃあ丸さん最後にとびっきり面白いこと言って終わりましょう。モルックやろうよ。全然面白くない。すまん。ではまた2週お会いしましょう。もう丸さんが滑るけん俺がモルックで滑ったみたいになっとるやん。モルック始球式しよう。始球式ほんとよ。うん、またねー。